3ヶ月集中テニス覚醒プログラムに興味を持っていただいてありがとうございます。このプログラムはですね、僕は普段ブログなどで、丹田や背中などの体幹でボールを打つ重要性を、お話ししてますが、それをですね、体感覚で感じ取ってもらうためのものになっています。これまでですね、たくさんの一般プレイヤーの方を、アドバイスさせていただいてきましたが、ほとんどの方がですね、この体幹部分を使えていないからこそ威力を出せなかったり、ボールをうまく自分の思ったところにですね、コントロールできなかったりするんですよね。で、能力が決してないわけではなくて、その体幹部分の使い方がわからなかった頃こそ、威力が出せない、ボールをコントロールできないということになってたわけですね。で、一般プレイヤーとプロの一番の違いもそこになります。一般プレイヤーに筋力が足りないわけでもなく、筋肉が自体がないわけでもないんですよね。ただ使っている筋肉が違うわけですね。で、ちょっとしたワークを取り入れることで、そのプロが使っていて一般プレイヤーが使っていない筋肉をに刺激を入れることによって、そこが、ボールを打つときに使えるようになったりするわけですね。そうすると今までと全く違う感覚でボールが飛んでいったりだとか、なんかこう自分でコントロールできる気がしたりだとか、そういった今までにない体験をすることができるわけですね。で、僕自身ももうテニスを30年やってますが、皆さんも何年もテニスをされてきた方って結構多いと思うんですよね。で、そういった方は特にもうこれ以上たくさん練習してもおそらくそんなに変わることっていうのはないと思うんですよね。で、大きく上達するためには何か今までとやり方を変える必要があると思うんですよね。で、その一つがですね、この体幹を使うということになるんじゃないかと思います。もしですね、こういった体幹を使ってご自身のテニスを覚醒させてみたいっていう方はですね、参加を検討してみていただければと思います。またこのプログラムの中ではメンタルも同時に扱っていきます。皆さんも経験があると思うんですが、自分のですね、メンタル状態一つで発揮できるパフォーマンスってもう随分違うと思うんですよね。で、それぞれのレベルで自分なりのですね、天才性っていうのがあると思うんですよね。で、同時に、まあ、盆栽レベルの、まあ、平凡なレベルのプレーも出てくるわけですよね。で、その違いがですね、一体どこにあるのか、で、どうすればその天才性にアクセスできるのか、で、それを明確に知っていくことで、これからのテニス人生が随分と変わってくると思うんですよね。で、逆にそれを知らないと、やっぱりまあ、たまに調子のいい時があるかもしれませんが、それがもう、ほぼ偶然になってしまいますし、同じ失敗のパターンを繰り返してしまうわけですね。で、先ほどと同じ話になってきますが、やっぱりその何かを根本的に変えない限り、同じようなパターンが続いていくわけですよね。なので、メンタルを根本的に見直しですね、ご自身のテニスを大きくレベルアップさせたい方は、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。